ビクトルさん。知っているのか。知っているも何も。スタールの要請に応え我々が派遣された。だってあの時はお父上の指示だ。後方の安全を確保しろと。そうですか。不服か。いえ、来ていただいて助かります。ありがとうございます。先ほど説明した通り、エイタロンの本拠地を我々で叩く。でも本当にそんなことできるのか。そのために我々レツリア軍特殊部隊が派遣されてきた。そういうことなら我々としてはお任せするしかない。僕も参加させてください。おい、本気か。いいどころか、こちらからお願いしたいぐらいだ。協力に感謝する。マジか。すぐに出発する。準備ができたらダカーフ山道側の門前まで来てくれ。危険だからだ。この前まで一緒に戦ったりしたじゃないですか。それとこれとは話が別だ。僕が責任を持つんで連れて行っちゃダメですか。フィデルニー、彼女の安全より任務成功を優先する。いいな。もちろんそうしてください。では出発だ。紹介がまだだったな。私の部隊の突入隊員グンターと、呪陰術師で後方支援担当の花田。フィデル・カミューズです。ミキー・ソーベスタです。お互い腕の立つ者同士だ。うまく連携してくれ。
合流ポイントだ。少し待て。合流ポイント？エイタロンの本拠地を探りに行っていた諜報偵察担当の部下がいる。ここで合流の予定だ。隊長、ダックスか。見つけたか。今回の作戦には剣士1名、術師1名が加わる。覚えておいてくれ。案内してくれ。了解。素早く、静かにだ。はい。行くぞ。敵の見張りか。そうみたいっす。警報は出されていません。この先が敵のアジトか。はい。よし、進もう。逃げられた後だったっす。さすがにエイタロンの幹部ともなるとそれほど間抜けではないようだ。出入り口は我々が入ってきたところだけです。どこかに脱出口があるかも。盗賊団のアジトならあり得る。探せ。
なんか変だ。あ、扉がある。使われた跡があるっす。どうぞ。ここで何としても捕まえろ。了解。了解。村のみんなを。レスリアの犬ですか。しつこい連中ですね。放置しておくと後々面倒になりそうです。ここで始末しておきましょう。あれはまずい。強い武器だろうと当たらなければ問題ない。ロックの当て狙いを当たるんだ。全員ヒデル、これが耐えられるなら耐えてみせろ。僕の指示に従って攻撃、イペリアルブラスト。あの武器に狙われないように動き回れ。
この私がこんな死体の回収は難しいでしょう。あのわけのわからん武器も持って帰りたかったっすね。完璧を求めすぎるな。任務達成だ。よくやった。これで当面の脅威はなくなったはずだ。ありがとうございました。さあ村へ帰ろう。みんなが吉報を待っている。心配したんだぜ。やっぱり俺も行くべきだったって何度も何度も後悔してさ。あーでも無事でよかった。でエイタロンはどうなったんだ。落ち着けよ。もっといいニュースだ。全部片付いた。村はもう大丈夫だ。マジか。よっしゃー、さすがだぜ大将。これで安心して暮らせるじゃん。みんな聞いてくれ。あいつらはやっつけられたってさ。これで平和に暮らせるぞ。ああ、レスリア正規軍の諸君、スタール村を代表して
感謝を申し上げる。君たちの尽力により我が村の危機は過ぎ去った。なんとお礼を申し上げればよいか。いや、盗賊団の殲滅は軍としての務め、礼など不要だ。そうそう、忘れてた、あの女の子目を覚ましたぜ。え、本当？ヒデルの家にいるから会ってこいよ。覚えてないかな、この村に来てから2日以上君は眠りっぱなしだったんだよ。僕の家だよ。スタール村って知ってるかい？じゃあお家はどこだか思い出せない？お名前は？リニア。名前はリリアなのね。でもどうしよう、他に手がかりなしか。困ったな。覚えてるかな、あの敵の動きがピタッと止まって動かなくなったのは君がやったのかい？怒っているわけじゃないよ。むしろあのおかげで助かったんだ。もしリリアの力だったのならお礼を言わなくちゃと思ってね。ありがとう。こんな小さな子なのに両親から引き離されてかわいそうだね。両親か。せめて何か手がかりがあればね。額の樹印、あの時の？でも全然私の知らない樹印だったけど。フィオーレさんに聞けば何かわかるんじゃないかな。そっか、あの人ランドックの樹印研究員だったね。でもどうやったら会えるかな。ヴィクトルさんに頼んでみよう、なんとかなるかもしれない。ちょっと聞いてくる。